皆様こんにちは。着付け師優子の着物機構が始まります。今回は金銀糸を生産されております泉工業様に伺わせていただきました。泉工業様がある京都府城陽は木津川が流れ、東部から南東部にかけては丘陵地、山地が広がっています。生産量日本一の泉工業様は社内一貫生産で高品質な金銀糸ラメ糸を製造しており、お着物をはじめインテリアやスポーツウェア、工業用など様々な分野で使用されています。福永社長は TES やデニムソムリエなどの繊維資格を積極的に取得されており、着物ドレス製作の際には様々な視点からのアドバイスをしていただき、色彩や光沢感等最もドレスに適した金糸を製造していただきました。その際に感じたことは、どこまでも問題解決に向けて真意に諦めず取り組む社長のお姿でした。大きなサイズで、まあ、60センチぐらいのサイズで僕ら原端と呼ばれるフィルムを作ります。でそれをいきなり細く切れませんので、粗く切ります。で粗く切った状態のものから、ここで、マイクロスリットという細く切っていく工程ですね。でこいつが刃です。ですのでこの手前フィルムなんですけど、これ通るともう細く切れてます。こう見えてるのが上刃、下にあるのが下刃、基本的にはハサミの構造です。で切られた状態のものがワインダーでワインディングされるっていう形ですね、はい、あの弊社でもあのオーダーメイドのドレスの制作の時に、はい、やっぱりこの重量感ですとか、あの色彩の関係とか、あのこれに近づけるものっていうのは作ることできないんでしょうかってお願いして、はい、やっぱりそのオーダーメイドで作っていただいたことがあるんですけれども、やっぱり本当にこだわりの糸を、うん、制作していただくっていうのはこれまたすごい贅沢なことだなって私も思ったんですけれども、はい、大変なことだとは思うんですけどね、どうしても手がかかりますよね。まあまあでも僕らは、うん、それが仕事ですんで、ね、はい、まあお客様が望まれるものを、はい、こう提供させていただくというのがもう最大に我々の仕事ですから。逆に無理難題を言うていただけたらそれはそれで、はい、やる気が出るかなというところですけど、はい、ありがとうございます。やっぱりその婦人服なんかでもその舞台衣装ですとか、はい、私のように着物ドレスって特殊なものですとか、いろいろあると思うんですけれども、はい、どんなものに使われる糸っていうか、はい、お仕事が多いのでしょうか。まあ、我々の糸っていうのは金銀糸とかラメ糸とかというふうに呼ばれている糸でして、当然ながら着物、帯の和装関係、あるいは婦人医療品ですね、はい、レディース医療に非常に多く使われます。あとは我々資材というふうに言ってますけど、カーテンであったりカーペットであったりと、カバン関係もそうですね、はい、でそういうのにいろいろと、はい、使われています。なるほど、はい、オーダーで作っていただいた時にすごく思ったのが、量産で作られて市販されてるものと違って、すごくちょっと 上品なっていうか、はいはい、色目ですとか光り方とか、やっぱり金とかプラチナって上品にもなるし、ちょっと派手すぎちゃったりとかもするので、はいはいはい、選び方が非常に難しいんですよね。その辺がとっても上品な光に見えたんですけれども、はい、その辺って何か秘訣があるんでしょうか、制作で。お客さんによっては派手めにしたい方もやっぱりおられますし、今のようにちょっと上品に仕上げてくれと言われる方もおられますし、いわゆる寄り方っていうのか、燃糸方法ですね。僕らの糸ってフィルムから糸に繊維にしていきますから、そのフィルムを細く切った状態のものを燃糸を行うんですけども、その燃糸のやり方で、
ちょっと見え方がこういろいろ変わるというふうになってますんで、まあそのお客さんの要望によって、まあじゃあこうやろうかああやろうかというのは考えてやってますね。なるほど。工場内を見学させていただき、ラメ糸の光沢感や色彩の見え方の違いは糸と金箔、銀箔の寄り方の違いにあることが分かりました。平糸をはじめ、蛇腹寄り、羽衣寄り、たすき寄り、ブリアン寄り、丸寄りなど数種類の寄り方があります。寄り方によって光の当たり方、影の出方が変わるなど、工場で生産されている糸を見るとそのことがよく理解できました。着物の勉強してても、はい、寄りをかけるっていう言葉がやっぱりよく出てくるんですけれども、はいはい、寄ってる回数が多ければ多いほど強い糸になる、はい、そうですね、っていうことですかね、はい、一般的にはそうです。強度が増すのと他に何かこう、光沢が落ちていく方向に行きますね。あ、落ちていく、はい、プラチナとかゴールド の、はい、糸以外にも普通に染料の糸なんかも取り扱っているんです、はい、漆調の糸とかもございます。あ、漆、はい、僕らはもともと丹後産地とかに行きますと、はいはい、未だに漆屋さんと呼ばれているぐらい、もともとは漆を使って、うん、金銀糸を作るという形でしたので、うんうん、その、金とか銀とかのいわゆる金箔を貼らずに、漆だけで仕上げる、漆と、顔料ですね、色素を入れて仕上げるというような意図もございましたから、まあ、主には縫い取り織物って呼ばれる、まあ、非常にこう、ジャガードの柄が、多色で入っているような織物に多く使っているわけですね。その方が後に地染めするときに色が入らないんですかね。そうです、まあ、そのように作ってます。なるほど。材料技術も上がってくるとまた我々はこう考えもつかないようなね、うん、糸が出来上がったりとかしますので、はい、本当にこうまだまだ我々も作りたい糸が完全に出来上がっているわけではないのでね、うん、その辺こう、100%にはならないですけどね、いつまで経っても、作り続けていきたいなというふうに思いますね、はい、創業者福永静雄社長が記した未来の光の可能性を求めてのメッセージは着物の未来を見る私の心に深く響きました。着物が50年後100年後にどのような形で引き継がれていくのか、泉工業様には大きなヒントをいただいたように思いました。皆様ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひ次回もご一緒に着物の旅をお楽しみください。